今回は、クリング1.5を使って動画を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このような動画をテキストで指示するだけで生成する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。なお現時点では、クリング1.5を利用するためには、有料プランにする必要があります。まずは、クリングのサイトにアクセスします。このサイトへのリンクは、 概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、サインインと書かれているボタンをクリックします。アカウントを作成していない場合は、サインアップフォーフリーと書かれているリンクをクリックします。そして、メールアドレスとパスワードを入力します。メールアドレスとパスワードを入力したら、ネクストボタンをクリックします。そうすると、 セキュリティ認証の画面が表示されます。この画面が表示されたら、パズルのピースを適切な場所に移動させます。セキュリティの認証が完了すると次に、メール認証の確認画面が表示されます。先ほど入力したメールアドレスに、認証コードが届いていると思います。入力ボックスに、この認証コードを入力します。そして、サインインボタンをクリックします。これで、 サイトにログインすることができました。サイトにログインしたら次に AI ビデオズと書かれているメニューを選択します。そうすると動画を生成するための画面に移動します。この画面が表示されたらまずバージョンを1.5に変更しておきます。バージョンを1.5に変更したら次に生成する動画の指示を英語で入力します。今回は一人の男性が広大な峡谷の縁に立ち、 広がる景色を見渡している。空は深く澄んだ青で太陽が沈み始め長い影を落としている。拡散光が険しい地形を柔らかく照らしている。というような意味の英文を設定しておきました。動画を生成するための指示を入力したらセッティングを確認します。今のところクリング1.5ではプロフェッショナルモードでのみ動画を生成することができるようです。 次にネガティブプロンプトを設定します。ネガティブプロンプトとは、生成する動画に含めて欲しくない内容を指示するためのテキストのことです。なお、ネガティブプロンプトの指定は必須ではありません。今回は、動画を生成するときによく利用するネガティブプロンプトの指示を入力しておきました。このネガティブプロンプトについては、詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、 必要に応じてご確認ください。動画を生成するための設定を指定したら、ジェネレートボタンをクリックします。これで動画の生成が開始されます。動画の生成には、数分程度かかると思います。今回、生成された動画がこちらです。期待した通り、一人の男性が広大な峡谷の淵に立っている動画が生成されました。今回の解説は以上です。それではまた、別の動画で。